鬼にげんの地方定馬予想長編版。どうも鬼にげんです。11月29日に行われる船橋 11R のメインレースクイーンショ方について動画を出そうと思います。まあ、まずショート動画の印は5ゴ,ゴールデンヒーラー、丸一ライオットガール、美信ノーブルシルエットとなっています。 長編動画限定では能力値を発表します。また、こちらはショート動画と整合性が合わないのもありますが、ご了承ください。5ゴールデンヒーラー前半能力80後半能力値78総合能力値1581ライオットガール前半能力78後半能力値68総合能力値 146、微14品前半能力80、後半能力値79、総合能力値159、ノ15ーブルシルエット。前半能力75、後半能力値59、総合能力値134。今後、地方競馬の重賞については、このような長編動画を出していこうかなと思っていますので、 ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。なお500人達成しましたら、今 SP 予想を送る動画を周期的に出していますが、今後500人以上で常時公開したいと思いますので、チャンネル登録のご協力をよろしくお願いします。